どうも、こんばんは。不動産屋の店長です、えー。非常にですね、悲しいニュースが入りまして、横浜市青葉区の事件ですね。皆様もニュースで拝見しているかと思います。まあ、これを取り上げるべきかですね、非常に悩んだんですが、えー、不動産屋の視点からすると、あの、こういった事件がやはり、まあ、実は多くなっています。 えー、自分で守らなければいけない。そういう姿勢、対応、これが本当に求められる時代になりつつある。いや、もうすでになっている可能性もあると思ったんで、あえてですね、ちょっとこうは、えー、今日はですね、えー、動画の方でですね、撮ってみたいと思いました。はい。えー、まあ、なんで私、この場所がですね、実はすぐに分かったかというと、あの、正直に言うと実は、まあ、弊社は実は神奈川県横浜市にですね、 えー、拠点を構えている不動産会社になるんですが、えー、この横浜市青葉区ですね、えー、オーナー様は実は何人か住んでいらっしゃるんですよ。で、えー、私がいつもまあ、まあ、少しお話しさせていただいている大家さんも、実はこの近くに住んでいた状態で <laughs>、で、まあ、ちょっと事件があってですね、あの、すぐに電話して、あのー、まあもちろん、 安否確認であったり、何か気になる点とかないかっていう確認であったり、そういうのをですね、あの、すぐにさせていただいた経緯もあったんですが、まあ、その関係でですね、あの、場所も正直実はすぐ分かったんですね。はい。で、まあ、青バックって <laughs>、えっと、そもそもっていうところになるんですが、えー、結構ですね、横浜市の中で言うと <laughs>、非常に大きいエリアになっています。はい。で、具体的に言うとですね、田園都市線でこういった棚、うん えー、青葉大駅とか、市川とかですね。<laughs> ブルーラインで行くと、あざみのですね。はい。えー、玉プラーザっていう駅であったり、えっ、ー、と、有名な学校で行くと、日本体育大学とか、東院学園とかって聞いたことありますかね。はい。あの、そういったこと、えー、地域があるのが、この青葉区になります。子供の国、神奈川県の方であれば、もしかしたら知ってる人もいるかもしれないです。 えー、子供の国。はい。で、この青葉区なんですが、実はですね、えー、高齢者の比率も非常に高いエリアになってます。確か、すいません、うる覚えであれなんですが、確か、あのー、男性のですね、えー、ご、 だ、寿命ですかね。っていうところで、一時期多分日本で一番寿命が長かった人が多いエリアだったんではないかなと思ってます。ごめんなさい。ちょっと調べないでこの動画撮ってしまってるんで、あの、嘘ついてたらごめんなさい。テロップで指定入れたいと思っておりますと。はい。 でですね、えっと、実際に今日現場の方ですね、この後動画で映すのですが、えー、ここでですね、あの、気分を害してしまう方も中にはいるかもしれないので、えー、ここでやめていただけたらと思います。そういった方については、ここの段階でやめていただけたらと思います。では、2秒後に切り替えたいと思います。1、2、はい。で、実際にですね、この現場をですね、やはりこう、 地上,上、上からですね見さ、見ていただく通りで、いわゆる、周りにやっぱりこう、人目につきやすいものっていうのが全くない状態で、かつ、ここもですね、外壁に囲まれている状態なんですよ。で、こちらにまあ、外部駐車場がありますね。はい。 なので、おそらく、まあ、これを犯行時刻がいつだったか定かじゃないんですが、えー、例えば車とかで一時的にこの駐車場を利用していた可能性もあったんではないかなというふうに私自身は見解しております。はい。まあ、ここを利用する人って多分そんなに多くはないと思いますし、もしかしたらあのー、空き部分、空き駐車場区画ももしかしたらあった可能性もあると思うんで、えー、その辺でですね、おそらくここをですね、あの、拠点としつつ、 まあ、いわゆる犯行が行われていた可能性があったんではないかなと思います。では、ちょっとここから、あの、より詳しい、えー、動画にしたいと思っています。はい。こちらですね。はい。なので、実際はですね、あの、ここもですね、決して、まあ、多分、街灯とかも多くなく、まあ、一本道です。本当と、一通ですね、ここは。はい。で、このまま、 いわゆる外壁。はい。で、ここもですね、多分夜とかは街灯はあるんですが、かなり暗いんではないかなと思います。はい。でですね、やっぱりこう、少し坂の上にある状態なんで、いわゆる隣人とかからは、やっぱりこう、声とか、何か大きなものとかがなければ、距離も出ているんで、わからなかった可能性はあるかなというふうに思います。 では、ちょっともう少しですね、詳細見ていきたいと思います。はい。で、ここにですね、やっぱ敷地内駐車場がありますね。はい。で、スペースもですね、かなり広い状態なので、あの、もしかしたら犯行に使われていた車などを置かれていた可能性もあるんではないかなというふうに思います。はい。ちょっと現場の方の写真、こ動画を写すんで、気になる方、気になりそうな方は、ここでストップしてください。はい。では、回します。 これがまあ実際の現場のですね、写真、えー、になっております。はい。で、えっ、ー、と、モニター付きインターホンは実は付いているんですよ。はい。ただ、えー、今回は侵入口とされているのがこの出窓になるんですけど、確かに、えー、侵入しやすい状態になっています。で、 かつですね、まあ、今回ここがですね、えっと、侵入口ではないかというふうに言われてもいるんですが、えー、ここもですね、まあ、いわゆる開けやすくなっていますし、このルートもですね、はい。このルートもおそらくご自宅の庭につながるルートとしては、非常に歩きやすく、かつ、まあ、おそらく見た感じで行くと、砂利とかそういったものも引いていなさそうなんで、 音とかもかなりしにくかったんではないかなというふうに思います。はい。で、極め付けは、いわゆる防犯ライトですね。そういった類の設備はおそらくつけていなかったんではなかろうかなというふうに思います。はい。つまり、人目につきにくく侵入されやすい小立てになっていたというのは、えー、この写真を見る限りでも想像がつくところではありますと。はい。で、 これがですね、実は今回ちょっと、あのー、侵入しやすかったんではないか,かなっていうところがあるんですが、他のところですね、おそらく洋室なのか、トイレなのか、浴室なのか、ちょっとここは定かではないんですが、ただまあガス関係が近くなんでおそらく浴室とかそういった類のものがこの辺にあったんではなかろうかなと思うんですが、鉄格子がついてるんですよ。いわゆる、まあ、侵入しにくいように。はい。ただ、ここの出窓は、 フルオープンになってるんですね。フルオープン。はい。これはですね、確かに、えー、ここに例えば何か足場とかそういったものを置いたり、えー、人によってはですね、身長が高い人とかだったら確かにハンマーとかで割ってすぐに侵入ができる可能性はあるかなと思っております。 えー、なのでですね、実は他の動画で上げているんですが、えー、近年ですね、えー、こういったあの、軽犯罪もそうですし、いわゆる、強盗、空き巣、地方においては、増えています。はい。これはもしかしたら経済的状況などもあるのかもしれないですが、増えています。なので、まずはご自身を、守るっていう環境を踏まえたときに、いかに、人目につきやすく、かつ、 これもコミュニティの話もありますよね。はい。日頃から近隣の方とのコミュニティを取ることによって、すぐに見つけやすくしてもらう。というのも非常に大切であり。または、親族。あとはですね、何か習い事なのか。まあ、た、新聞というのも一つ手段ではありますよね。新聞。はい。そういうふうにして、すぐにですね、事件が発覚してもらえるような対応をするっていうのも、 一つかなというふうに思ってますので、えー、今日はですね、ちょっと非常に動画にするかどうか悩んだところであったんですが、えー、ご自身の身をまずは守ってほしいということで、特にちょっとこう、少しですね、えー、孤立しやすい場所にお住まわれている方については、よう注意いただきたいということで、今日は動画の方を終わらさせていただきたいと思います。えー、いつもご視聴いただき、ありがとうございます。